3分でわかる皆既月食最高の夜を。なあみんな、来月最高の天体ショーがあるって知ってるか。2025年9月7日から8日の未明にかけて皆既月食だ。皆既月食は月が地球の影に入って赤く染まる宇宙のショーだ。この時月が半影っていう薄い影から本影っていう濃い影にゆっくりと入っていくんだ。特別な道具もお金も車もいらない。必要なのは少しの好奇心だけ。マンションのベランダや近所の公園の小高い丘が最高の観測スポットになる。この日は大切な人と一緒に見てほしい。そしてさりげなくこう教えてやってくれ。今月が赤くなってきたよ。地球の大気を通過した太陽の光が月に届いてるんだってってな。マナーを守って楽しむこと。そしてトイレの場所や防寒対策も忘れずに。当たり前のことだけど最高の思い出にはそういう準備が欠かせない。この皆既月食は日本全国で観測できる約3年ぶりのチャンスだ。地域によって月の高度は少し違うけど進行の時刻は同じ。深夜1時27分頃から欠け始めて2時30分から3時53分頃が皆既状態のピークになるぞ。部分月食の終了は午前4時57分頃だ。この動画がその最高の旅への手伝いになれば俺は最高に嬉しい。さあ、最高の思い出を作ろうぜ。